中川小田は、和歌山県和歌山市出身のプロ野球選手、宇藤右内、横浜 DNA ベイスターズ所属。5歳から、野崎少年野球で、軟式野球をはじめ、和歌山市立、岸南小学校時代には、保守として、岸南野球団でプレー小学6年時には、スポーツ少年団の全国大会で準優勝を、経験した。 和歌山市立基地中学校への進学後は、和歌山市に会入団したが、一年時に右肘を痛めた。手術を経て復帰した後は、4番、三類種として、レギュラーに定着していたが、二年次の冬に遊びたくなったという理由で退団し、一時は野球と距離を置いていた。しかし、三年次の七月に、全国高等学校野球選手権和歌山大会の決勝を観戦し、 同試合で、私立和歌山が延長12回の末にさよなら勝利で、全国大会出場を決めたシーンに遭遇したことから、野球熱が再燃したという。実母のいとこに、和歌山県立美野島高等学校 OB の木村、武志がいる縁で、3年時の秋から木村が理事長を務める NPO 法人の野球教室に参加。中学卒業後は同校へ進学した。 入学の直後に自身の希望で投手に転校すると2年次の秋から首相を務めるとともに AS の座を確保。さらに2年次のトレーニングによってストレートの球速が短期間で時速1 4 9キロメートルにまで達し NPB 球団のスカウトから注目されるようになった。しかし、投球の安定感に課題があったことから3年夏の選手権和歌山大会には 背番号10の救援投資として登板。在学中には全国大会と無縁であったが、3年時の秋にはプロ志望届を日本学生野球協会に提出した。2017年の NPB 育成ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから一巡目で指名。支度金300万円、年俸360万円という条件で育成選手として入団した。 入団当初の背番号は104。2018年には、イースタンリーグ公式戦17試合に登板。5勝5敗、防御率5.00という成績を残した。2019年には、イースタンリーグの開幕から2軍の先発ローテーションに定着。前半戦は13試合に登板し、リーグトップの8勝、防御率2.00という好成績を残した。 7月11日のフレッシュオールスターゲームにも、同リーグ選抜チームの2番手投手として2回表から、当番。2イニングを投げて2点を失いながらも、2三振を奪った。7月14日には、支配下選手契約へ移行し、背番号を93に変更することが発表された。 7月28日の対中日ドラゴンズ戦で、先発投手として一軍公式戦にデビュー。一軍公式戦全体では3試合の登板で0、勝1敗だったが、イースタンリーグ公式戦では規定投球回へ到達し、リーグ唯一の2桁勝利とリーグトップの防御率を記録した。最速時速154キロメートルのストレートを軸に、スライダー、カットボール、ホーク、 ナックルカーブなどの変化球を投げ分ける。虎台と書いて、こうと読む名前は、工藤君康のファンであった実母が、君康の、こうを、名前の読みに入れ、阪神タイガースのファンであるジップが、阪神のチーム名をモチーフにした、虎の字を入れたが、生命判断で、うと読ませる良い漢字が見当たらなかったため、読み方は、こうとしたことに由来する。ありがとうございます。